こんにちは、フロトリーフチャンネルです。今日はこちらのですね、ウンベラータの、管理方法といいますか、育て方をお教えしていきたいと思います。こちらのウンベラータの花なんですが、ゴムノキの仲間になってくるんですけども、非常に大きくなる植物になりますね。で、一応アフリカの方が原産になるんですけども、ウンベラータっていう名前がですね、そのままアンブレラ日傘っていう名前から来てるぐらいですね、日傘を作るぐらいでかくなるっていう品種なので、でかくなる植物っていうのは、大体がですね、日照が好きなものが多いので、一番背が伸びて日の光を一番浴びたいっていうのが、ゴムノキの特徴になってきますので、なるべくですね、明るいところに置いていただくっていうのが一番よろしいかなと思います。で、葉っぱが非常に大きいので、ホコリとかがたまりますと、そこからですね、病害虫、ハダニですとか貝殻虫っていうのが発生しやすくなるので、月に一度はこの葉っぱの手入れを行っていただかないと、気がついたらホコリまみれ、ハダニまみれになっちゃうことなんか多いので、月一で外でこう水をバーッとかけてですね、葉っぱを洗い流してやっていただけると、そういった発生も少なくなるのかなと思います。で、冬はですね、寒さがとても苦手なので、必ず室内に置いて管理していただくということになるんですけども、冬はなかなかこの、葉っぱが傷みやすいというところがあるので、葉っぱが落ちても木の方が死んでなければまた芽吹いてきたりはするので、ある程度半落葉樹ぐらいの感覚で思っていただいた方がいいのかなと思います。で、冬の間は水は控えめにしていただいて、で、逆に春から秋までの間は水がすごく好きな植物になるので、乾いたらすぐにあげていただくようにしていただかないと、今度水枯れでですね、葉っぱが落ちちゃうことがありますので、気をつけていただければいいかなと思います。あとはそうですね、伸びるのが早いので、剪定なんかもバシバシ行ってしまって構わないので、伸びた枝はどんどん落としていただいて構いません。で、葉っぱに元気がないときはなるべく外の日陰みたいなところで管理してあげても、どん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 葉っぱが出てくるので、大体その元気がない場合はほとんどが日照不足っていうことが多いと思いますので、ちょっとその場所で葉が黄ばんで落ちるようであれば、明るいところで管理していただくと持ち直してくるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。